円あずきアードの代表です。よろしくお願いします。ということでですね、今日はですね、めちゃめちゃ SNS 映えする桜のね、金玉館をね、作っていこうと思います。なんかね、めっちゃシンプルなのに、めっちゃ、なんだろうな、映えるんですよ。インスタ映えとかね、しちゃうような、もうめちゃめちゃ簡単のにめっちゃ映えるって半端ないですよね。もうなんつうの?もうみんなに作ったら見せたくなるみたい。ねえねえ見てこれ素晴らしくない?めっちゃ可愛いでしょ?みたいなね、ほんとね、言いたくなるのにめちゃめちゃ本当に簡単なんで、これはね、誰でも本当に作れちゃう、もうなんつうのかな、映え映え金玉館なのでね、もうね、ぜひね、おすすめな金玉館ですね。ということでね、早速作っていこうと思います。でですね、使う材料が、ほんとね、もうびっくりするぐらいシンプルなんですね。で、何を使うのかっていうと、これ、桜の塩漬けですね。ま、なんつうの、桜の花を塩漬けされたやつ。ま、普通のね、スーパーとか、スーパーかな?生花用品とかかな?いや、多分間違いなく売ってると思うんですけど、あとはこれですね。何ですかって思うと思うんですけど、これですね、金玉館を冷凍してたやつなんですよ。このね、おっちゃくぶりをね、していこうかなと思うんですね、今日はですね。はい。ということで、まあ、金玉館の作り方は、ちょっとね、上に、前にね、投稿したやつあるので、ちょっとリンク貼っておきますので、あ、概要欄の方がいいのかな?にちょっと貼っておくので、それをね、見てもらうと、もう間違いなく作れるので、でもね、今日は本当に、シンプルかつ簡単みたいな感じなので、このね、冷凍したやつをね、ちょっとね、作っていきます。作っていくじゃないね。使っていきますですね。で、まずはですね、こう、お鍋を用意します。こう、お鍋を用意して、この中にね、この冷凍した金玉缶をね、どんどんね、入れていきます。まあ、なんて言うんですかね、まあ、家庭の、なんて言うのかな、簡単、和菓子みたいな感じなので、まあ、こういうね、冷凍したものもね、ちょっとね、うまく使っていきます。こういう感じで、ちょっとね、使う分だけね、取っちゃいます。こうね、入れていくんですね。まあ普通の和菓子屋の作り方とはやっぱりちょっと違うので、まあそこら辺はね、ちゃんとちょっとできればね、ちょっと理解して、見てもらえればなとは思いますね。まあこれはね、もうほんと家庭でやる簡単和菓子みたいな感じなので、まあこういう風にね、ちょっとね、冷凍したやつとかもね、こうね、使っていきますね。で、そしたら水をね、まあ適量入れていきます。これはもう決まってないですね。もう大体でいいです。ただ入れすぎると、結局沸騰させるときに時間かかっちゃうので、そこはね、もう自分で、なんだろうな、様子見てちょっと判断する。まあ、なんだろうな、目分量みたいな感じで大丈夫だと思います。で、そしたらですね、この冷凍してた、まあ、金玉缶と、こう水を入れてね、これをこうね、ちょっとね、煮溶かしていきます。まあ、溶けるまでね、ぐちゃぐちゃってね、やっちゃってもらっていいですね。まあやっぱり冷凍してるやつをそのままやってて、まあ一応それでも固まるは固まるんですけど、まあなんだろうな、前もって解凍しておくと、なんていうんですかね、すぐ溶けるので、細かくするときも楽なのでね、まあ一回解凍してから、まあ火にかけた方が、まあ手際はいいかなとは思いますね。ただめんどくさい人はこうやって冷凍しちゃっても、まあ一応できるので、まあそういうね、裏技っていうか、まあ楽をするっていうこともね、ちょっとね、知っといてもいいのかなとは思いますね。まあ一つの方法としてですけど。まあ若干ね、やっぱり透明度とかはね、まあもう一回煮溶かしてるので、まあちょっと若干色焼けとかはしちゃうかなとは思うんだけど、まあこれならね、すぐ作れるし、なんていうのかな、こう時間がかからないから、まあそういう意味ではすごくいいかもしれないよね。で、この金玉も、こういうね、糸が引くぐらいまでなればもうね、普通の金玉と同じですね。これぐらい糸が引けばもういい感じですね。で、金玉ができたんだけど、ちょっとね、少し放置しておきます。ちょっとね、粗熱が冷めるまで、ちょっと放置しとくわけですね。で、その間に何をするかっていうとね、桜の花のね、塩漬けをね、塩をね、洗っていきます。で、こうね、普通に入れていきます。ポチョンと。で、これを、こうやってね、普通にね、ちょっとね、洗っていきます。こう、洗って、ちょっとね、水抜きするように、水抜きじゃないね、放置して、こうね、塩を抜いとくんですね。で、そしたらですね、これ100均のアルミの板なんですけど、まあ買ってきたやつですね。これをちょっと置いて、で、ここにね、背袋をね、ちょっと置いていきます。こう、トンと。こう、トンと置いていきます。で、ここにね、さっき作ったね、金玉をね、流していきます。
まあ、なんだろうな、最初はね、ちょっとでいいです。なんだろうな、漏れてこないようにするので、こうね、最初はね、チラッとだけ流すんですね、こうやって。こう、ほんのちょびっとでいいです。こう、チラッと。で、すぐ、量が少ないから、すぐ固まるので、まずはね、こういう感じで流していきます。で、ある程度経ったらね、ちょっと触ってみます。こう、ちょいちょいって触ってみて、まあ、半止まりっていうかね、ちょっと半分固まってるかな、みたいな状態になったら、次の金魚くんをね、流していきます。こう、金魚くんを流していって、まあ、大体3分の1ぐらいかな。3分の1じゃないね。3分の2ぐらいだね。セルクルの3分の2ぐらいまでね、流します。で、そしたら、この桜の花ね、さっきのやつをも入れていく。入れちゃう。こう、ちょいと。で、ある程度固まってきたら、こういう竹串でね、ちょっとね、押してあげます。どうしてもね、浮かんできちゃうから、こうね、ちょいちょいちょいとね、沈めてあげると、こうね、いい感じになるので、これでね、ちょっと形を作ってあげます。で、あとはね、固まるまでね、放置します。で、ここまでやったらね、あとはね、ちょっと固まるまで待っていきます。そういう楽しみなんですけどね、固まらないとどうしようもないので、ちょっとね、固まるまで待ちます。ということでですね、どうやらですね、固まったようなのでね、ちょっとね、見ていきたいと思います。いや、楽しみですね。どんな感じになってるのか。いや、この外す時っていうのがやっぱり醍醐味っていうかね、めっちゃ怖いよね。あー、怖い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 。いけるかな。あー、どうだろう。めっちゃ綺麗。めっちゃいい感じじゃないですか。これすごい可愛い。よいしょよいしょ。あー、綺麗。めっちゃ綺麗だ、これ。やばい。やばい、綺麗。やばい。これは、これ綺麗だな。なんかこれやばいね、ほんとに。よくわかんないけど、めっちゃ綺麗。なんかよくわかん、綺麗だね。よくわかんなくなってきちゃった。でも、めっちゃ綺麗だね。これはめっちゃ綺麗ですよ、これ。俺正直ですね、これ初めてやりましたけど、めっちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗ですね。2回行っちゃうけど、本当に綺麗だね。ちょっと離して撮ってみていいですか。うわ、綺麗。わかるかな、この反射してる感じ。ちょっと後ついてるのがちょっともったいないな。もったいない。ちょっとどうしよう、別なのに映してみようかな。見てください、これめっちゃやばくないですか。これめっちゃ綺麗だし、めっちゃプルンプルンしてるんです。ほら、プルン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 、めっちゃプルンプルンしてるんです。で、離すと、この見てください、この反射してる感じ。これは映えますね。映えるっていうか、これ映えますね。これこんなに綺麗になるとはちょっと思ってなかったんで、想像以上の美しさに自分ちょっとテンション上がってしまってます。はい、ちょっとね、ちょっとうざかったの申し訳ないんですけど、本当に綺麗だね。これはすごい。はい、ということでですね、今日はですね、桜の金魚くんをね、ちょっと作ってみました。めちゃめちゃ映えるね。これはね、映えると思います。すごい綺麗で、もうキラキラで、ね、めっちゃ綺麗だーって感じなんですけど、これがですね、食べれるんですよ。まあ当たり前なんですけど、ということでね、ちょっと楽しみなんでね、せっかくなんでね、作った食べようってことで、ちょっと食べてみようと思います。いやー、楽しみだね。いや、めっちゃ綺麗だね。やっぱね、この断面図もね、この桜の花がね、すごい綺麗なんですけど、ちょっとね、早速ね、いただきます。うん、プリップリで、なんかね、この桜の花の塩漬けがね、すごい美味しいです。このしょっぱさが、しょっぱいんだけど、この寒天の甘さがね、なんかもうすごいね、甘さを引き立たさせるっていうか、で、この塩気が来る感じ、ね、めっちゃうまいっすね。うん、おいしい。ってことで、ごちそうさまです。ということでね、めちゃめちゃおいしいね、桜の、そして映えるね、金玉のね、桜のお菓子をね、作ってみました。これほんとね、美味しいし、映えるしで、もうほんとおすすめですね。はい。ということでね、もうぜひお試しください。ということで、チャンネル登録とグッドボタンもぜひよろしくお願いします。バイバイ。